下記はアフリカの主権国家及び俗領の一覧である。一覧にはアフリカ人と非アフリカ人が居住する国、完全に承認された国、一部の国から承認された国、事実上独立した地域を含む。一覧には54の主権国家と10の非主権地域が含まれている。マルタの全域及びフランス、イタリア、ポルトガル、スペインの一部はアフリカプレート上に位置しており。 ヨーロッパ本土よりもアフリカに近い場所にあるが、政治的にも、一般的にも、ヨーロッパの一部と認識されている。同様に、ソコトラ島は、アフリカプレート上にあり、アフリカに近い場所にあるが、アジアの国であるイエメンの一部である。エジプトの市内半島は、アジアに属するが、エジプト自体は、アフリカの国と認識されている。以下の54カ国は、完全に承認されており、 全て国際連合及びアフリカ連合に加盟している。ただし、中央アフリカ共和国は、アフリカ連合の加盟資格が停止されている。以下は、主権国家としてアフリカに存在しているが、一部の国にのみ承認されており、国際連合には加盟していない。サハラアラブ民主共和国は、アフリカ連合に加盟している。以下の10の地域は、非主権領域である。以下は、 他の国の海外領土、自治領である。以下は、アフリカ以外を本土とする国の一部として管理されている領域である。ありがとうございます。